忘れえぬ人々、国木田独歩。多摩川の二子の渡しを渡って少しばかり行くと、溝の口という宿場がある。その中ほどに亀屋という旗小屋がある。ちょうど三月の初めの頃であった。この日は大空かき曇り、北風強く吹いて、さなきだに寂しいこの町が一段と物寂しい陰鬱な寒そうな光景を呈していた。昨日降った雪がまだ残っていて、校庭定まらぬ藁屋根の南の軒先からは雨だれが風に吹かれてもうて落ちている。わらじの足跡にたまった泥水にすら寒そうなさざ波が立っている。日が暮れると間もなく、大概の店は戸を閉めてしまった。暗い一筋町がひっそりとしてしまった。旗小屋だけに亀屋の店の障子には、明かりが赤くさしていたが、今宵は客もあまりないと見えて、うちもひっそりとして、折々眼首の太そうなキセルで火鉢の縁を叩く音がするばかりである。出し抜けに障子を開けて一人の男がのっそり入ってきた。長火鉢に寄っかかって胸さんように四年もなかった主が驚いてこちらを向く暇もなく、広い土間を見足ばかりに大股に歩いて、主の鼻先に突っ立った男は、年頃三十にはまだ二つ三つ足らざるべく、洋服、脚半、わらじのなりで鳥打ち棒をかぶり、右の手にコウモリ傘を抱え、左に小さなカバンを持って、それを脇に抱いていた。一晩厄介になりたい。主は客の身なりを見ていてまだ何とも言わない。その時奥で手の鳴る音がした。六番でお手が鳴るよ。吠えるような声で主は叫んだ。どちら様でございます？主は火鉢によっかかったままで問うた。客は肩をそびやかしてちょっと顔をしがめたが、たちまち口のほとりに微笑みを漏らして、僕か？僕は東京。それでどちらへお越しでございますな？八王子へ行くのだ。と答えて、客はそこに腰をかけ、脚半の紐を時にかかった。旦那、東京から八王子なら道が変でございますね。主は不審そうに客の様子を今更のように眺めて何か言いたげな口つきをした。客はすぐ気がついた。いや、僕は東京だが今日東京から来たのじゃない。今日は遅くなって川崎を立ってきたからこんなに暮れてしまったのさ。ちょっと湯を送れ。早くお湯を持ってこないか。へえ、ずいぶん今日はお寒かったでしょう。八王子の方はまだまだ寒うございます。という主の言葉は、愛想があっても一体の風付きは極めて不愛嬌である。年は六十ばかり。太った体の上に面の多い斑点を着ているので、肩からじきに太い頭が出て、幅の広い福福しい顔のまなじりが下がっている。それでどこかに気難しいところが見えている。しかし、正直な親父さんだなと客はすぐ思った。客が足を洗ってしまって、まだ吹き切らぬうち、主は、七番へご案内申しな。と、怒鳴った。それぎりで客へは何の挨拶もしない。その後ろ姿を見送りもしなかった。真っ黒な猫が栗屋の方から来て、そっと主の高い膝の上に這い上がって丸くなった。主はこれを知っているのかいないのか、じっと目を塞いでいる。しばらくすると、右の手がタバコ入れの方へ動いて、その太い指がタバコを丸め出した。六番さんのお湯が済んだら七番のお客さんをご案内申しな。膝の猫がびっくりして飛び降りた。バカ、貴様に言ったのじゃないわ。猫は慌てて栗屋の方へかけていってしまった。
柱時計が緩やかに8時を打った。おばあさん、吉蔵が眠そうにしているじゃないか。早く安価を入れてやっておねかしな、かわいそうに。主の声の方が眠そうである。クリアの方で、吉蔵はここで本をさらっていますじゃないかね。おばあさんの声らしかった。そうかな、吉蔵、もうお寝よ。朝早く起きておさらいな。おばあさん、早く安価を入れておやんな。今すぐ入れてやりますよ。勝手の方で、カヒとおばあさんと顔を見合わしてクスクスと笑った。店の方で大きなあくびの声がした。自分が眠いのだよ。50を5つ6つ超えたらしい小さな老婆が、くすぶった安価に火を入れながらつぶやいた。店の障子が風に吹かれてガタガタすると思うと、パラパラと雨を吹きつける音がかすかにした。もう店の戸を引き寄せておきな。と、主は怒鳴って舌打ちをして、また降ってきやがった。と、独り言のようにつぶやいた。なるほど、風がだいぶ強くなって雨さえ降り出したようである。春先とはいえ、寒い寒いみぞれまじりの風が広い武蔵野を荒れに荒れてよもすがら、真っ暗な溝の口の町の上を吠え狂った。7番の座敷では、12時過ぎてもまだランプがこうこうと輝いている。亀屋で起きているものといえば、この座敷の真ん中で差し向かいで話している2人の客ばかりである。外は、風雨の声いかにも凄まじく、雨戸が絶えず鳴っていた。この模様では明日のお立ちは無理ですぜ。と、一人が相手の顔を見て言った。これは6番の客である。何、別に用事はないのだから、明日1日くらいここで暮らしてもいいんです。二人とも顔を赤くして、鼻の先を光らしている。蕎麦の膳の上には、缶瓶が三本乗っていて、杯には酒が残っている。二人とも心地よさそうに体をくつろげて、あぐらをかいて、火鉢を中にして、タバコをふかしている。六番の客は、貝巻きの袖から、白い腕を肘まで出して、巻きタバコの灰を落としては吸っている。二人の話しぶりは極めて率直であるものの、今宵初めてこの宿で出会って、何かの糸口から二口三口ふすま越しの話があって、あまりの寂しさに六番の客から押しかけてきて、名刺の交換が済むや、酒を命じ、話に身が入ってくるや、いつしか丁寧な言葉と存在な言葉とを半混ぜに使うようになったものに違いない。7番の客の名刺には、大津弁次郎とある。別に、何の肩書きもない。6番の客の名刺には、秋山松之助とあって、これも肩書きがない。大津とはすなわち日が暮れてついた洋服の男である。痩せ型なすらりとして、色の白いところは相手の秋山とはまるで違っている。秋山は25か6という年配で、丸く肥えて赤ら顔で、目元に愛嬌があって、いつもニコニコしているらしい。大津は無名の文学者で、秋山は無名の画家で、不思議にも同種類の青年が、この田舎の旗小屋で落ち合ったのであった。もう寝ようかね、ずいぶん。悪行も言い尽くしたようだ。美術論から文学論から宗教論まで二人はかなり勝手に喋って、今の文学者や画家の大家を手ひどく批評して、11時が打ったのに気がつかなかったのである。まだいいさ。どうせ明日はダメでしょうから夜通し話したって構わないさ。
画家の秋山はニコニコしながら言った。しかし、幾時でしょう。と、大津は投げ出してあった時計を見て、おや、もう11時過ぎだ。どうせ徹夜でさ。秋山は一向平気である。杯を見つめて、しかし、君が眠けりゃ寝てもいい。眠くはちっともない。君が疲れているだろうと思ってさ。僕は今日遅く川崎を立って三里半ばかしの道を歩いただけだから何ともないけれど。なあに、僕だって何ともないさ。君が寝るなら、これを借りて行って読んでみようと思うだけです。秋山は、半紙十枚ばかりの原稿らしいものを取り上げた。その表紙には、忘れえぬ人々と書いてある。それは本当にダメですよ。つまり君の方で言うと、鉛筆で書いたスケッチと同じことで、人にはわからないのだから。と言っても、大津は秋山の手からその原稿を取ろうとはしなかった。秋山は一枚二枚開けてみて、ところどころ読んでみて。スケッチにはスケッチだけの面白みがあるから少し拝見したいね。まあ、ちょっと貸してみたまえ。と、大津は秋山の手から原稿を取って、ところどころ開けてみていたが、二人はしばらく無言であった。外の風雨の声が、この時今更のように二人の耳に入った。大津は自分の書いた原稿を見つめたまま、じっと耳を傾けて、夢心地になった。こんな晩は君の領分だね。秋山の声は、大津の耳に入らないらしい。返事もしないでいる。風雨の音を聞いているのか、原稿を見ているのか、はた遠く、百里の彼方の人を思っているのか、秋山は心の内で、大津の今の顔、今の目元は我が領分だなと思った。君がこれを読むよりか、僕がこの台で話した方が良さそうだ。どうです?君は聞きますか?この原稿はほんのあらましを書き留めておいたのだから、読んだってわからないからね。夢から覚めたような目つきをして、大津は目を秋山の方に転じた。詳しく話して聞かされるなら、なおのことさ。と、秋山が大津の目を見ると、大津の目は少し涙に潤んでいて、異様な光を放っていた。僕は、なるべく詳しく話すよ。面白くないと思ったら、遠慮なく注意してくれたまえ。その代わり僕も遠慮なく話すよ。なんだか僕の方で聞いてもらいたいような心持ちになってきたから、妙じゃないか。秋山は、火鉢に炭をついで、鉄瓶の中へ冷めた缶瓶を突っ込んだ。忘れぬ人は、必ずしも忘れて可能まじき人にあらず、見たまえ、僕のこの原稿の壁頭第一に書いてあるのはこの句である。大津はちょっと秋山の前にその原稿を差し出した。ねえ、それで僕はまずこの句の説明をしようと思う。そうすればおのずからこの文の大意がわかるだろうから。しかし君には大概わかっていると思うけれど。そんなことを言わないで、ずんずんやりたまえよ。僕は世間の読者のつもりで聞いているから、しっけ、横になって聞くよ。秋山は、タバコをくわえて横になった。右の手で頭を支えて、大津の顔を見ながら、目元に微笑をたたえている。親とか子とか、または法有知己、その他自分の世話になった教師先輩のごときは、つまり単に忘れ得ぬ人とのみは言えない。忘れて可能まじき人と言わなければならない。そこでここに恩愛のちぎりもなければ義理もない、ほんの赤の他人であって、本来を言うと忘れてしまったところで、人情をも義理をも書かないで、しかもついに忘れてしまうことのできない人がある。
世間一般の者にそういう人があるとは言わないが、少なくとも僕にはある。おそらくは君にもあるだろう。秋山は黙ってうなずいた。僕が19の年の春の中頃と記憶しているが、少し体の具合が悪いので、しばらく保養する気で東京の学校を引いて国へ帰る。その帰り道のことであった。大阪から例の瀬戸内通いの汽船に乗って、瞬海波平らかな内海を航するのであるが、ほとんど一昔も前のことであるから、僕もその時の乗り合いの客がどんな人であったやら、船長がどんな男であったやら、茶貨を運ぶボーイの顔がどんなであったやら、そんなことは少しも覚えていない。多分、僕に茶を継いでくれた客もあったろうし、甲板の上でいろいろと話しかけた人もあったろうが、何にも記憶に留まっていない。ただその時は健康が思わしくないから、あまりウキウキしないで物思いに沈んでいたに違いない。絶えず甲板の上にいで、行く末の夢を描いては、この世における人の身の上のことなどを思い続けていたことだけは記憶している。もちろん若い者の癖で、それも不思議はないが、そこで僕は、春の日ののどかな光が、油のような海面に溶け、ほとんどさざ波も立たぬ中を、船のへさきが、心地よい音をさせて水を切って進行するにつれて、霞たなびく島々を迎えては送り、右舷左舷の景色を眺めていた。菜の花と麦の青葉とで、錦を敷いたような島々が、まるで霞の奥に浮いているように見える。そのうち船がある小さな島を右舷に見て、その磯から十丁とは離れないところを通るので、僕は欄により何気なくその島を眺めていた。山の根方の賢子に背の低い松が子守を作っているばかりで、見たところ旗もなく家らしいものも見えない。しんとして寂しい磯の引き潮の跡が日に光って、小さな波が右輪をもてあそんでいるらしく、長い筋が白羽のように光っては消えている。無人島でないことはその山よりも高い空で、ひばりが鳴いているのがかすかに聞こえるのでわかる。田畑ある島と尻蹴り、あげひばり。これは僕の親父の句であるが、山の向こうには人家があるに相違ないと僕は思うた。と、見るうち引き潮の後の日に光っているところに一人の人がいるのが目についた。確かに男である。また子供でもない。何かしきりに拾ってはカゴか桶かに入れているらしい。二足三足歩いてはしゃがみ、そして何か拾っている。自分はこの寂しい島影の小さな磯を漁っているこの人をじっと眺めていた。船が進むにつれて人影が黒い点のようになってしまった。そのうち磯も山も島全体が霞の彼方に消えてしまった。その後今日が日までほとんど10年の間、僕は何度この島影の顔も知らないこの人を思い起こしたろう。これが僕の忘れ得ぬ人々の一人である。その次は、今から5年ばかり以前、正月元旦を父母の膝元で祝ってすぐ九州旅行に出かけて、熊本から大分へと九州を横断した時のことであった。僕は朝早く弟と共にわらじき班で元気よく熊本を立った。その日はまだ日が高いうちに立野という宿場まで歩いてそこに一泊した。次の日のまだ登らないうち立野を立って、かねての願いで、阿蘇山の白煙をめがけて、霜を踏み、桟橋を渡り、道を間違えたりして、ようやく、お昼時分に、絶頂近くまで登り、噴火口に達したのは、1時過ぎでもあっただろうか。熊本地方は、温暖であるが上に、風のないよく晴れた日だから、冬ながら6000弱の高山も、さまでは寒く感じない。高岳の頂は、噴火口から吹き出す、水蒸気がこごって白くなっていたが、その他は、満山ほとんど雪を見ないで、ただ枯れ草白く風にそよぎ、焼け土のあるいは赤き
あるいは黒木が旧噴火口の名残を、かしこここに止めて断崖をなし、その荒涼たる光景は筆も口もかなわない。これを書くのはまず君の領分だと思う。僕らは一度噴火口の淵まで登って、しばらくは凄まじい穴を覗き込んだり、四方の体感を欲しいままにしたりしていたが、さすがに頂きは風が寒くってたまらないので、穴から少し降りると、阿蘇神社があるそのそばに小さな小屋があって、番茶くらいは飲ませてくれる。そこへ逃げ込んで結びをかじって元気をつけて、また噴火口まで登った。その時は日がもうよほど傾いて、肥後の平野を立て込めているもやが、焦げて赤くなってちょうどそこに見える旧噴火口の断崖と同じような色に染まった。円錐形にそびえて高く群峰を抜く九重峠の裾野の高原数里の枯れ草が一面に石葉を帯び、空気が水のように澄んでいるので、人馬の行くのも見えそうである。天地両角、しかも足元では凄まじい響きをして白煙もうもうと立ち上り、まっすぐに空を突き、急に折れて高竹をかすめ、天の一方に消えてしまう。そうと言わんか、美と言わんか、賛と言わんか、僕らは黙ったまま一言も出さないで、しばらく石像のように立っていた。この時天地悠々の感、人間存在の不思議の念などが心の底から湧いてくるのは自然のことだろうと思う。ところで、最も僕らの感を引いたものは、九重峠と阿蘇山との間の一大窪地であった。これはかねて世界最大の噴火口の旧跡と聞いていたが、なるほど、九重峠の高原が急に落ち込んでいて、数里にわたる絶壁が、この窪地の西を巡っているのが眼下によく見える。南大山麓の噴火口は、明媚湧水の中禅寺湖と変わっているが、この大噴火口はいつしか五穀実る数千丁穂の田園と変わって、村落育子の樹林や麦畑が今しも斜陽静かに輝いている。僕らがその夜疲れた足を踏み伸ばして罪のない夢を結ぶを楽しんでいる宮寺という宿駅もこの窪地にあるのである。いっそのこと山上の小屋に一泊して噴火の夜の光景を見ようかという説も二人の間に出たが、先が急がれるので、いよいよ山を降りることに決めて、宮地を指して降りた。下りは上りよりかずっと勾配が緩やかで、山の尾や谷間の枯れ草の間を蛇のようにうねっている道をたどって急ぐと、村に近づくにつれて枯れ草をつけた馬をいくつか追い越した。あたりを見ると、かしこここの山の尾の小道を、のどかな鈴の音、夕日を帯びて人馬いくつとなく麓を指して帰りゆくのが数えられる。馬はどれも皆枯れ草をつけている。麓は時期そこに見えていても容易には村へ出ないので、日は暮れかかるし、僕らは大急ぎに急いでしまいには走って降りた。村に出た時はもう日が暮れて夕闇ほの暗い頃であった。村の夕暮れの賑わいは格別で、少年男女は一日の仕事のしまいに忙しく、子供は薄暗い垣根の影やかまどの火の見える軒先に集まって、笑ったり歌ったり泣いたりしている。これはどこの田舎も同じことであるが、僕は荒涼たる阿蘇の草原から駆け降りて突然この人間に投じた時ほど、これらの光景に打たれたことはない。二人は疲れた足を引きずって、ひくれて、道遠きを感じながらも、懐かしいような心持ちで、宮地を今宵のあてに歩いた。一村離れて林や旗の間をしばらく行くと、日はとっぷり暮れて、二人の影がはっきりと地上に隠するようになった。振り向いて西の空を仰ぐと、阿蘇の分派の一方の右に、新月がこの窪地一帯の村落を我が物顔に澄んで青みがかった水のような光を放っている。二人は気がついてすぐ頭の上を仰ぐと、昼間は真っ白に立ち上る噴煙が、月の光を受けて灰色に染まって、霹靂の大空をついている様が、
いかにも凄まじく、また美しかった。長さよりも幅の方が長い橋に差し掛かったから、幸いとその乱に寄っかかって疲れ切った足を休めながら、二人は噴煙の様の様々に変化するのを眺めたり、聞くともなしに村落の神語の遠くに聞こゆるを聞いたりしていた。すると二人が今来た道の方から、空車らしい荷車の音が林などに反響して虚空に響き渡って次第に近づいてくるのが手に取るように聞こえ出した。しばらくするとほがらかな澄んだ声で流して歩く孫歌が空車の音につれて全然と近づいてきた。僕は噴煙を眺めたままで耳を傾けて、この声の近づくのを待つともなしに待っていた。人影が見えたと思うと、宮じゃよいところじゃ、阿蘇山ふもと、という歌を長く弾いて、ちょうど僕らが立っている橋の少し手前まで流してきた。その歌の心と悲壮な声とが、どんなに僕の心を動かしたろう。24、5かと思われる屈強な若者が手綱を引いて、僕らの方を見向きもしないで通って行くのを僕はじっと見つめていた。夕月の光を背にしていたから、その横顔もはっきりとは知れなかったが、そのたくましげな体の黒い輪郭が今も僕の目の底に残っている。僕は若者の後ろ影をじっと見送って、そして阿蘇の噴煙を見上げた。忘れぬ人々の一人は、すなわち、この若者である。その次は、四国の三ヶ浜に一泊して、帰船便を待った時のことであった。夏の初めと記憶しているが、僕は朝早く宿を出て、帰船の来るのは午後と聞いたので、この港の浜や町を散歩した。奥に松山を控えているだけ、この港の繁盛は格別で、分けても朝は魚市が立つので、魚市場の金棒の雑踏は非常なものであった。大空は名残なく晴れて朝日うららかに輝き、光るものには反射を与え、色あるものには光を添えて、雑踏の光景をさらににぎにぎしくしていた。叫ぶもの、呼ぶもの、小生危機としてここに起これば、頑固どば乱れて賢に湧くというありさまで、売るもの、買うもの、老若男女、いずれも忙しそうに面白そうに嬉しそうに、かけたり寄ったりしている。露店が並んで立ち食いの客を待っている。売っているものは言わずもがなで、食っている人は大概船頭船方の類に決まっている。タイやヒラメやアナゴやタコがそこらに投げ出してある。生臭い匂いが人々の立ち騒ぐ袖や裾に煽られて鼻を打つ。僕は全くの旅客で、この土地には縁もゆかりもない身だから、知る顔もなければ見覚えのハゲ頭もない。そこでなんとなくこれらの光景が異様な感を起こさせて、世の様を一段鮮やかに眺めるような心地がした。僕はほとんど己を忘れて、この雑踏のうちをぶらぶらと歩き、やや物静かなる巷の端に出た。するとすぐ僕の耳に入ったのは琵琶の音であった。そこの店先に一人の琵琶僧が立っていた。年の頃40を5つ6つも超えたらしく、幅の広い四角な顔の竹の低い肥えた男であった。その顔の色、その目の光は、ちょうど悲しげな琵琶の音にふさわしく、あのむせぶような糸の音につれて歌う声が沈んで濁ってよどんでいた。巷の人は一人もこの僧を顧みない。家々の者は誰もこの琵琶に耳を傾ける風も見せない。朝日は輝く、浮世はせわしい。しかし僕はじっとこの琵琶僧を眺めて、その琵琶の音に耳を傾けた。この道幅の狭い軒場の揃わない、しかもせわしそうな巷の光景が、この琵琶僧とこの琵琶の音とに調和しないようで、しかもどこかに深い約束があるように感じられた。あのおえつする琵琶の音が、
巷の軒から軒へと漂うて、勇ましげな売り声や、かしましい悲しきの音と混ざって、別に一同の聖戦が濁波の間をくぐって流れるようなのを聞いていると、嬉しそうな、ウキウキした、面白そうな、忙しそうな顔つきをしている巷の人々の心の底の糸が自然の調べを奏でているように思われた。忘れぬ人々の一人は、すなわち、この琵琶僧である。ここまで話してきて、大津は静かにその原稿を下に置いてしばらく考え込んでいた。外の風雨の響きは少しも衰えない。秋山は起き直って、それから？もうよそう。あまり吹けるから、まだいくらもある。北海道歌品の甲府、大連湾島の青年漁夫、板昌川の小ぶある船子など、僕がいちいちこの原稿にあるだけを詳しく話すなら、夜が明けてしまうよ。とにかく、僕がなぜこれらの人々を忘れることができないかという、それは、思い起こすからである。なぜ僕が思い起こすだろうか。僕はそれを君に話してみたいがね。要するに僕は絶えず人生の問題に苦しんでいながら、また自己行く末の体毛に圧せられて自分で苦しんでいる不幸せな男である。そこで僕は今宵のような晩に一人夜更けて灯火に向かっていると、この性の孤立を感じて耐え難いほどの愛情を催してくる。その時僕のシュガの角がポキリ折れてしまって、なんだか人懐かしくなってくる。いろいろの古いことや友の上を考え出す。その時悠然として僕の心に浮かんでくるのは、すなわちこれらの人々である。そうでないこれらの人々を見た時の周囲の光景のうちに立つこれらの人々である。我と人と何の相違があるか、皆これこの生を天の一方、地の一角に受けて悠々たる航路をたどり、愛携えて無休の天に帰るものではないか、というような感が心の底から起こってきて、我知らず涙が頬を伝うことがある。その時は実に我もなければ人もない。ただ、誰も彼も懐かしくって忍ばれてくる。僕はその時ほど心の平穏を感ずることはない。その時ほど自由を感ずることはない。その時ほど名利競争の俗念消えてすべてのものに対する同情の念の深い時はない。僕はどうにかしてこの題目で僕の思う存分に書いてみたいと思うている。僕は天下必ず同感の死あることと信ずる。その後、二年経った。大津はゆえあって東北のある地方に進まっていた。溝の口の宿で初めて会った秋山との交際は全く絶えた。ちょうど大津が溝の口に泊まった時の時候であったが、雨の降る晩のこと、大津は一人机に向かって瞑想に沈んでいた。机の上には二年前、秋山に示した原稿と同じの忘れぬ人々が置いてあって、その最後に書き加えてあったのは亀屋の主であった。秋山ではなかった。